ハイエナ最終話、リンコ、弁護士生命の危機にレイとの恋の行方は。女優の篠原涼子と俳優の山崎育三郎が W 主演を務めるテレビ東京系ドラマ8、ハイエナ、毎週金曜夜8時の最終話が、8日に放送される。篠原涼子&山崎育三郎 W 主演、ハイエナ。2020年に韓国で大ヒットした弁護士ドラマ、ハイエナ、弁護士たちの生存ゲーム。を日本版として初リメイクした本作。型破りなアウトロー弁護士、雪凛子、篠原、と、生真面目な超エリート弁護士、一条霊、山崎、の対照的な二人が、生き馬の目を抜くような生存競争&大人のラブストーリーを繰り広げる。最終話あらすじ。一審、上杉修平、の無罪を勝ち取るためタッグを組んだ凛子、篠原涼子、トレー、山崎育三郎、だが、新会代表、高橋克典は、凛子は過去の数々の不祥事が原因で、弁護士資格を剥奪される可能性がある、トレーに告げる。救いたい霊に、裁判を成功させろ、と新会は煽る。霊から自分の弁護士生命の危機を知らされた凛子は、初めて霊に自分が弁護士になった経緯を打ち明ける。それを聞いた霊は、絶対に辞めさせないと決意。二人はますます力を合わせて勝訴へと向かって動き出す。